ああ。はい、じゃあランバトそろそろやりますんで、皆さんエントリーお願いします。あ、こんばんは。今日は今10人ぐらいですかね。今配信台は金子ガイル対グッチブランカ。金子さんが今度あの A4 さんのブランカとねやるみたいなんで、グッチさんにのブランカに負け越してる。ただいまエントリー14人ですね。Bye.
あ、ヒデはいないですね。最近見てないですね。さあ、じゃあもうエントリー大丈夫ですかね。さあ、じゃあどういう形式でやるかですね。まだ引きずってるんですかね、あの敗北を。はい、じゃあエントリー締めますよ。そろそろやりますよ。今エントリーが14ですね。いや、金子さんとユーベガスさん、エントリー費をお願いします。あと、トモザさんは、電話があったので、入ってますね。さあ、じゃあ14だ、どうしようかな。ああ、
時間ないですか、はい、あー残念ですね。じゃあぜひまた今度、はい、お願いします。夜行バスで帰らないといけない。あ、そうなんですか、はい、あ、遠いですね。また来たい。またぜひお願いします。ありがとうございます。今いるのが、じゃあ、2回転、バイパー、山本、友座、長州、グッチ、金子、闘魂、ゆうべが、杉、カワシム、ウネ、ジャボーズ、お茶丸と なってますね。シングル？シングルでいいんすか今日。まあ、誰も何も、大会に関心ある人が誰もいないっすね。これは、大会中止か？どっちがいいっすか？シングルとツーオン。シングルとツーオン、どっちですか？どっちでもいい。ツー、あ、じゃあ闘魂さんがいい笑顔で V サインしてたので、じゃあツーオンで、今日はツーオン。まあ14なんで7チーム、7チームですね。じゃあ8トーナメントで1つシードになっちゃうかな。じゃあ今からちょっとランダム抽選を。Thank you.
ずハゲって書いておいて、ハゲ食える人はい、じゃあチームと組み合わせ決まりました。今日は 2on2 でトーナメントですね。で、14人なんでちょっと1チーム空いてるんですけど、まあ誰か来たら一番最後なんでね、それまでに誰か来たらそこに入れましょう。じゃあね、まずキャラは何でもいいっす、何でもいいっすよ。じゃんけんして、じゃんけんして後出しかコンパネ選択か。じゃあ1回戦ちょっと読み上げていきましょうか。2回転友座チーム対山本闘魂チームで、1回戦第2試合がカワシム茶坊主チーム対長州ゆうべがチーム、第3試合が杉お茶丸チーム対バイパーグッチチーム、第4がうね金子チーム対みて、誰か来たらという具合ですね。あ、じゃあゆうべがさん100円お願いしますね。エントリー費。あ、じゃあ第1試合やりましょうか。はい、じゃあ第1試合は2回転友座チーム対山本闘魂チームです。後出しかコンパネ選択です。勝った方が選べます。さあ、決まったようですね。で、 1P が山本闘魂チーム。あ、後出しかコンパネ選択。フェイロン、フェイロン、あ、これはなんだ、これチュンリを絶対に殺すために選んだんですかね。レック、レック、
お、なんかレックの返し方知っているぞ。山本純理さあ食らってしまう。3発目さあスピバーレックハメさあなすすべない。あれチュンリーはどうやって返すんですかね。もう橋に行くなということかな。さあ橋に来てしまう。あーっと痛いぞこれ。投げー。さあこれチュンリーを、あ、そっか、闘魂さんもチュンリーですもんね。チュンリー2体チームにわざわざバイソンは出さないと。さあ闘魂さんはそれでもチュンリー選んでいきますね。これどうなんでしょうね。フェイロン有利とまではさすがにいかないとは思うんですけど。あー繋いでいく。5ヒットガードしてレック、おー返していく。レックさあこれフェイロンが大ハマりしてますね。チュンリーに対してのフェイロン、これが今のところかなり大成功といったところか。さあ入って、あっ繋がっていない。ここ最後は削り、戦列削りですね。いやあのレッで一回触ってしまえばなんかなんとかなっちゃうんじゃないかという。あー重っ、バカヘリ生きたー、生き残ったんですけど。さあ勝ったのは2回転友達チーム。はい、じゃあ川島チャボーズチーム対長州ゆうべがチームいきましょう。あ、誰も来ないですね。ちょっと最後第4試合誰も来ないかなこれ。後出しかコンパネか。あのキャラは自由ですからね。さあ第4試合これ誰か来るかな。さあ 1P が長州ゆうべがチーム、長州さんがすでにスタンバってます。それに対して川島チャボーズチームはチャーボーズサガット。さあここで怒りの電プチ。これ何なんですかね。サガットはやめろっていうことなんですかこれ。さあ気を取り直して、はい、剣サガット。これ結構いいカードじゃないですかね。このゲームでは珍しく5分5分ぐらいみたいな
そんな感じが、はい、いや結構五分五分ありますよ。五分五分っていうか六四あります。六四五分五分結構ある組み合わせですよ。ただちょっと若干下がった方が有利なんじゃないかって。あ、下がった有利雰囲気が最近風潮があります、ね、ああなるほど。なんか妙に最近 X サガット見るから、はいはい、多いですね多い使われてる方結構います。何なんでしょう、ね、いやなんか面白いみたいですよねやっぱり。でちょっとテクニカルで、おマジで出る、入っていただきました。昇竜拳タイガー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 です。タイガーさあ両者打ち合いになったが、で剣は近づいたら膝って感じですよね多分ね。膝か昇竜か、そうさせないために下がったら飛ばして落としていく。おっと連キャンから出っ歯、まだ死んでない。さあ最後だし、はい1-1で、結構長州さんと多分あのチャボさんよくやってる。第4試合も決まりました。あ、決まりました。ハゲさんとくつのきさん、あのあれですよね、だからまた来たら今度逆にハゲさんが抜ける感じで。あ、そうですね、もし誰か来たら、うん、うん、さあさあどうする、お互いちょっと牽制をしながら、さあ入っていったがアッパカット、上からいったがアッパカット。あれなんかいつの間にか長州さん負けそうですね、うん、いやだから剣がねあれなはずなんですよ、意外と意外とやりにくいはずなんです。さあ出た、あ出た、きっちり削りで出た。あれ今レッパ出てたらどうなってたんだ。レッパはリバサで出ないんで、あ出せないんで、そうそうそう、あそっか、直前に出した必殺技が出ちゃう、そうそうそう、化けちゃうんで、レッパのリバサは出ないんで大丈夫です。あそうか、削り確です、確定かなと思いますけど、大勝利とかだったらどうなんだと思う、まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。さあ続いて入っていくのがゆうべがさん、 あっと警察、怒りの電プチ、怒りの電プチ、これ何が起きたんですか。2度目リセットがかかってる、あ、基盤がリセットがかかってる、いやこれ基盤変えます、マシントラブルで一旦基盤変えます、画面上がってきてないですね。さあ基盤を交換です。ゆうべがにめちゃめちゃ怒られましたゆうべが厳しいです。まあまあ怒ってくれる方がいいですね。さあモニターカメラ配信とどっか切り替えができると思いますが、切り替え方が分かりません。ハゲが直してるんでね、ハゲしかいない。さあこのニュートンの配信台は昔から問題がいっぱいあって治ったと言ってたんですけれども、治ってなさそう、いろいろ設定を変えたらしいんですが、さあ電源は入るのか、電源入らない、
さあ調子が悪いっていうのはどっちの調子があるんですかね。スト2の調子が悪いのか体調が悪いのか。スト2の調子はいつもあんなもんですね。さあ電源を入れても何も起きない。あっと起きたか。ついに治った。治ったのかこれは。さああとはボタンチェックとかですかね。さあこのターボさん、まあボタンそのままでいいのか。 X から X だから。さあそれでは復活のクレジットを入れて夕べがたい茶坊主やっていただきましょうか。てか夕べがチームメイトなんで応援しないとダメなんで、ハゲにマイクを戻しましょう。スト2はね調子悪いとかっていうよりもね、なんか集中してできるかどうかですが一番大事な気がしますね。気合い入れてできるかどうかは。さあステージが変わってしまうのはしょうがない。これがスト2の仕様、コンコンステージになってしまいます。さあゆうべがサガット戦は結構いろんな人とやってるのではないかなという気はしますが、さあややとやってるとね結構ゆうべが対ややサガットはいい勝負になってるんですよね。それ以外のサガットに対して有名は基本的に負けることはないんじゃないのかなって。おお、ナイトメア鋭い。しかしサボンも結構いい勝負してますね。さあアパカが当たれば一発逆転もある。そんなのは夕べ側は食らわないでしょう。さあ中足あれにアパカを当てるのは難しい。そうですね、夕べ側はしっかり待ちますね。俺はさっきあそこはしっかり待たなくって、夕べ側にめちゃめちゃ怒られましたね。さあおっと投げ失敗。さあ飛んでいくが、アッパカが、キャボーズは 2P 側だとアッパカットが出ないんですよね。さあ投げる。さあカワシムですね。ここからが本番って感じですね。さあ大将戦、ゆうべがさんとカーシムさん対照戦ですね。あベガダルもね、あっビヨって早い。10秒で終わってしまいました。第1ラウンド、さあ今度はカーシムさんがペースを握っている。これあのドリルね、ベガーすごい返しづらいんですよね。ドリル、ドリルを。あしかもベガー無敵技ないのでかなりね脱出しづらいですね、あのドリル連携は。投げてビヨって、さあもう早い早いっすね。さあ勝ったのは長州ゆうべがチーム。さあさすがゆうべが先生ですね。はい
じゃあ、ふねかねこ対、はい、くすのじさん。はい、そっちが先か。くすのじさんっていうのは、サードデーの方？いや、初めて見たんですよ。あちらの方、おぉ、なんか お初のような気がしますけど、そんなことないですか？いましたそうなの、ね、前回にもいたらしい。人の名前を覚えないんです。え、チーム？あ、ハゲクスノジさん。クスノジさんキャラ何ですか？竜。ハゲはいろいろ変わります。バルログとかダルシムとかですかね。キャラ自由。バイパーガイルが出てくるか？さあ、このグッチバイパーチームっていうのは、あれですね、X 中級、初級級者大会で優勝してますからね。え、クスノジさんよくいる？2回目ぐらい。あー、この顔見るの初めてな気がするんだけど。よくいるだろうって、すげえ怒られてますけど。そうなの？さあ、ためぞうこと、スイさん。スイさん、ためぞう、勝ったことあるんですかね、大会で。なんか勝って見たことない気がするんだけどね。なんか糸をためたまま死んでいくイメージがあるんですよね。多分、東大戦でもまだ一勝割れてないような気がするんですが。なんかしないけど、ダルシム使ってんやね。意味が。おお、これはあるか。なぜそこでダイパーを空振る。意味が。杉さんはメインはガエルなんですけどね。S バイソンよく使います。さあ、ここでお茶丸くんの今日はバルログじゃなくてホンダをダルシムには選ぶ。さあ、バルログの方がいいと思うんですけど、まあ知らなかったら難しいのかな。バルセロナ次第ですかね、バルログダルシムって。あ、ちょっとバルセロナの精度が悪かったら捕まれてはめ殺されちゃいますから。はい、チューキック。あれ、ダイパンも確定するみたいなんですけど、難しいみたいですね。まあ、チューキック、ダイパンのずらし押しでいいのかな。ダイパン、チューキックの順でずらし押しでいいのかな。さあ、グッチダルシム結構うまいですね。さあ、死んだか。おっと、大キックか中キックかよくわかんないですけど、チョップでいいんじゃないですかね。ダルシムは絶対しゃがみすかしもできないんだから、小パンチで飛んで100貫だね。鬼無双違う、大いちょうなり。さあ、グッチが2人倒して勝ち。じゃあ、うねかねこ対ハゲクスノキ。うねかねこガエルガエルにハゲがダルシムを出すかどうかですね。はい、ハゲ 1P2P か後出しか。はい、かねこうねコンパネ選んで座って始めてください。始めてください。キャラ先方選んで、キャラも選んで始めてください。さあ、どっちが出るか。さあ、ウネが先に出るのかな。さあ、いいよ、だってキャラも選ばないとダメなんだよ。さあ、1P2P を選んだ方はキャラも選べます。バイソン。あ、これハゲ対策、ハゲのダルシムが嫌なのでバイソンを使った。
さあ、くつのきさんの竜は僕は初めて見るんですが、どうなんでしょうか。さあ、さあジャガイモード、ジャガイモード。さあ、くつのきさんは今の動きから見る感じ、初心者って感じですかね。始めたばかりなのかな。さあ、あれはリバサナリをするか、チッチリガードするか。さあ、飛んでいって。さあ、波動拳は打たないスタイルか。さあ、ダウンを取って、もっと地上を上から行ってほうがいいですね。ナルフバイソン相手には。デスバイソンはクレイジンはありませんし、おっと、ナリウケミもないので、一回ダウン取ったら、二択で殺そうとするのが、おーっと、いい感じだったのですけれども、止まれて死んでしまいました。さあ、歯で何を使うか。さあ、だからバイソン、ダルシムで十分いいんじゃないのかな。どうなんだろう。バルログでもいいし。さあ、歯での持ちキャラでは、まあ、バイ、ホンダとかも使えるんですけど、ホンダはないでしょうね。フェイロン、バルログ、ダルシム、エスサガ。エスサガもいいですね。ガイルなんでね。さあ、エスサガ、エスサガはいいですねと、僕の声が聞こえたのか。しかし、エスバイソンとエスサガ戦えるんじゃないの。さあ、対空ダイヤシ。アッパーか、ミニヘリさあ、いい勝負。さあ、飛んでいく、減らない、サガット、硬いんすよね。うわー、タイガーが間に合うのか、今の X サガットだと、あのタイガー間に合わないんじゃないかな。さあ、対空ダイヤシ、難しいのかな、どうなんだろう。1ドットずつ削っていく。おっとアッパカだが、これはいいヘリ。さあさあ何もできない。さあアッパカが当てれれば、おわー脇腹減る。さあいい反応だったハネ、あのアッパカあれですね、飛び読みというよりもダッシュストレートに当てようと思って出したんじゃないのかな。さあ、金子が S サガ戦はどうなのか、やってるのかこれ。さあ、アッパーカーが間に合います。 X ガイルのタイムで飛んでますかね、今の X ガイルなら X サガット。さあ、タイガーが速い。さあ、今のは硬直なのか。さあ、大パン、今のはいい大パンですね。さあ、大足、東。さあ、玉。さあ、金子、サガット戦は結構やってるんですよね。X サガットですがね、まあ、主にやってるのは。さあ、いい飛び。あの場合の中足いつ出すかっていう場合が結構ガイルは有利な場合ですかね。さすがに金子勝利。ハゲには勝てなかった。さあ、2回転友田対バイパーグッチ。2回転友田。さあ、じゃんけん勝ったのはグッチが？さあ、キャラを先出しするのであれば、まあ、グッチの竜でいいんじゃねえの？だって他のサブキャラで勝てんの？バイソンとかベガ相手に。まあ、これどっちが先行ってもいいでしょうね。
いや、じゃんけん丸太方、えか、コンパネ選んだ方がキャラを出すんだよ。言わなくていいんで、もう選んでください。で、後出しがそれを見てプレイヤーとキャラを選んでいいです。さあ、バイソン相手にはルーとバイソンじゃない、フォーク、まあ、フォークの方がいいと思いますが、バイパーフォークはバイソン嫌いなんですよね。さあ、グッチはバイソン戦うまいんで、まあ、グッチだと思いますが、おっと、バイパーが何を選ぶ、フォーク。さあ、2回転もフォークは苦手で、バイパーもバイソンは嫌いと。まあ、お互いあんま好きじゃない組み合わせをやっていく。さあ、死んだか。おわー、これは死んだ。おっと、まあ、これ取り返すの結構大変だぞ。あー、ガードしちゃやべえだろ。さあ、2回転バイパーは大体バイパー分かってるようなイメージがしますね。だからバイパー出ていったんだと思いますが、おっと、死ぬか。死んだー。まあ、2回転、これバイソンキャラがってるはずなんですけども、フォークにあんまり勝ってるとこ見ないですね。さあ、トモザもバイソンを使うか、ベガを使うか。バイソンを使う。なぜ？ベガの方がいいと思いますよね。死んだか？さあ、これは俺たちが、おっと、おっと、いいシャカチュー投げる。さあ、グランド歩き投げとかね、すげえクソ技なんですよね、あれ。ガードさして相当ベバイソン側有利って意味が分かんないですからね。しかもあれ持続重ねとかで結構変わってきますからね、フレームが。暴れるのも結構大変なんですよね。さあ、おっと、トモザやりたい放題、これは切れる。さあ、投げ返し。トモザは目が使ってるだけあって投げ返しはうまいですよね。さあ、クレイ、おっと、2回転メインキャラよりもトモザの方がうまいっていう。てか、バイソン出るんかと、最初からトモダが先に出た方が良かったのよ。しかし、グッチはバイソン戦うまいっすよ。さあ、何を使うか。まあ、チュンリーなんか使えないですからね。まあ、グッチの持ちキャラでバイソンに勝てるといえば、やっぱメインの竜になるんじゃないでしょうか。まあ、グッチは、シキとかシンシンとかでやってるんで、バイソン戦はね、うまいんですよ。うまいんですが、別にシンシンとかシキに勝ってうまくなったわけじゃなくて、ひたすら負け続けてうまくなってるんで、まあ、あのレベルにバイソン使いこなせるとやっぱり負けちゃうんじゃないかなっていう。まあ、ちょっと耐久見せたら半分減ってましたね。さあ、飛んで、投げが通常技にバレて、それが耐久になるという、それがスト2のクソなところかもしれないですね、今の最近のゲームやってる人からしてみれば。さあ、友田が投げる。さあ、ごちゃらせに行く。さあ、飛んで、ルックチしっかり耐久。裏は、ナイスガード。さあ、ダイゴス当たって、投げる。さあ、大きいグランドか、昇竜拳。さあ、めくりがー、さあ、ゼロドット、昇竜拳にスカル。さあ、友田が勝って、さあ、ゆうべが長州対うねかねこ、うねかねこ。さ
さあここでこれも熱い組み合わせですね。ガイルガイル対ベガケンか。さあ遅延行為をしていく。いや、スタート連打、スタート連打。はい、先方は、ここのルールってあれコンパネか後出しじゃんけんで選ぶ。あ、なるほど、毎回違うんですね。なるほどなるほど、毎回決まってはいないと。先方長州が行く。ここでうねがいるでしょう。さあお互いガイル戦を得意とする2人、機械ガイル以外にはかなり強気に見える総主権。しっかり対空表コンボ下手そう。暗い投げになる。こうなるとソニック見てから飛んでくるのがもううざいですね。さあウネガイルも相当強くなってますが、どっしり構えている。お疲れ様です。さあジャックソニックがメイン。そうですね、牽制はとりあえず先にソニック打てれば何でも OK。 さあ東上、この後は詐欺飛びはないが、おっと突破に空振ったところに外野手がさせるどうか。さあ調子画面端、そうですね、ジャクソニックがメインだとあそこで相手を取られてしまいます。さあこれはきつい。総裁だけだと勝てないと願える。どっかで前に行く人がある。がおー、運がいい。これは運が良かった。さあ金子、大将金子がいる。さあ金子は完全対応を目指すスタンダードタイプのがいる。さあ開幕かなりのダメージを取った長州。さあぐちゃぐちゃである。老眼ですねこれは。なんだかんだ言って勝ちそうなの長州。あとはソニック見てからジャンプでもきつい。これはあーくぐろうとしたら中キックだった。よく判断しましたね。あそこはジャンプ強化の狙いにちょっと思ってのくぐりだったと思うんですけども。さあ金子ワンミスで端っこいった。さあまあアップとがここで2発当たって相当ダメージを稼ぐ。下ぎ飛び膝つかみ、怖怖昇竜。おお長州、おお強え、全部通した。長州超強い。ということはこれ三決、じゃあウネ金子 VS バイパーグッチ3位決定戦です。ゆうべがに怒られないで済みましたね。すごい緊張感がありました、ね、負けたら絶対怒られるなと思って超丁寧に戦いましたから、ね、余計なことすると怒られるんでね。端っこの前ジャンプよく分かんなかったですけど勝手に飛びました。勝手に飛びましたあるよあるある。1日やってれば1回くらいありますよねさあガイルガイルチームに対してグッチがニコニコしながらダルシムと宣言。ダルシムを宣言通り金子来いと。金子来い。まあグッチぐらいなら勝てるだろうと。金子ガイルのダルシム戦かなりうまかったですからね。この間川島かなんか勝ってましたからね。この組み合わせは終わってるとは言われますが、そんめちゃめちゃ終わってはないですよね、うん、ガイルがねリードしたら守りきれるっていうのは昔からジャイさんが言ってました。9-1はないですよね。8-2だと思うんですよね。ただダルシムリードをひっくり返すの超大変。そうあれね早いんですよスラストキック。さあ金子
だんまりか、あーっと大キックだったか、選択肢は悪くなかった。さあ余計なドリル、めんどくせえ。グッチがうまい、うまいですね、グッチ。なんか悪いことしない。ヨガファイヤーを打たないと、あーこれは金子ぶっちぎれ案件ですね。さあガイルガイルとミルヤ、ダルシもにこやかにかぶせていく。これがグッチスタイル。な、投げる、投げかっちゃう。ちょっと間合い外でしたね、ガイルの。サマー出すしかないっていうね。そうですね、あれ溜まってなかったら投げかくなんですね。おっと、うまくいったが、投げたのは金子、運がいい。まあ、最後困るとグッチガルシもいろいろ突っ込んでくることが多いことが本当に分かったので、当たる。さあ2発ピオリーチなんですよね、あれ。そうなんですよね。まあその後当たる技はないんですけど、おっとおっ、いいサバット。さあこれはうまい、やる。さあ金子やりよった。さあワイパーはワイパーで、ガイル戦大好きですからね。ガイル戦大好きですね。むしろ待てろやと思ってたかもしれないですね。ワイパーダルシムに今カーソルあってましたけど、ワイパーダルシム使ってみたことないよ、使えない。やばいっすねそれは。さあフォーク使いはみんなガイル戦が大好き、ガイル使いはフォーク戦が大嫌いと。そうだ、楽しいわけがないですよね、これ。ガイルそんなんね。はい、アゼはガイル戦、あ、フォーク戦好きです。あー、なんか有利とか言い張ってましたけど、あの、大体負けてますよね。そうですね、有利だけどできない。有利だと思うけどできないっていうね。立ち回り 100% やらないと勝てないっていうのは有利なわけないんですよ。このね、中足も、中足空振るが博打になるっていうのが意味が分かんない。そうなんですよね。で、歩いてきたところに中足置くしかないんだけども、それをやってると地上戦負けて、おい、これはどうする。バイパーまっすぐ行くか。あっと、今のはね、出ますね、トマホが、ね、で、一発、残り0ドットだったかな。まあそう、0ドットならもう一回サブリバーサーサマー出せば勝てるんで。そうなんですか、あれ、あの、詐欺飛び仕込みトマホってダメなんですか。ああ、確かに大丈夫、いけんのかな。どうなんだ、相打ちになる、普段はいらないですからね。わー、まあまあ、ぐるぐる回って、さあ、ウネ、どうする、何を使うか。まあでもガイルが一番勝率高そうですね。竜とかバイソン使ってもダメでしょ。S 級がね、強いと思うんですけど、まあガイルですね。さあ三決、これが勝った方が3位になります。S 級使ってもリバーサ勝率出なかったら死ぬだけですよ。出ても死ぬだけなのに。いや、 S 級は弱勝率が強いんで、持続が違うらしいんですよ。死んだかな。あ、うーん、おっと、お、グライ様、ナイス、繋がってなかったわ。まああれ、ガードとチューティックで飛ぶとガードとクライで硬直違うんで、はい、ちょっとボタンのタイミングがずれるんですよね。しゃがみぐらいもできますからね、ガイルは。まあ、しゃがみぐらいよりも、しゃがみぐらいだとガードと一緒になるんで、硬直が、あ、タイミングが一緒になる。そうだから、リバーサーで リフトアッパーを出して立ちぐらいにしつつサマーのためも残すっていう使い方をしないとダメなんですね。しゃがみニュートラルでもなりますけどね。まあ、離れるんで悪くはないんですけど、離れても結局離れてもまだ台風の前だったりするんで。そうなんですよ、そこがね。まあ、立ちぐらいの方がいいでしょう。まあ、フォークは刻んでなくしつつっていうのが、さあここまではウネミスってない。そうですね、あとはサマーしっかり。 R9 で結構サマー失敗する人がいるんですよね。中足打った後なんかね。さあウネ取り返した。裏剣、さあ裏剣、これは息がいい。最先がさあいいソバット、これはウネあるの。あ、余計なことをしだした。さあウネ定評の余計なことらしくないですね。ここまでウネがあんまり悪さしないっていうのは。そうですよね、ウネ君といえば余計なことをするガエル。うわー、やってた。おっと、今のコパン、ちょっと遠かった、早かったかな。さあナイスガード、こっからさあいい中足、アゼ中っぽいですね。お
命のかかった、まあ、あーダブルが出るか、あーおー出さない、飛び引きない、しかし、いやでもウネくんよく頑張りましたね今の、頑張ってはいましたね、まあ、これこのまま集中力を途切らさせずにもう1ラウンド戦うことができるかっていうね、いやちょっとなえる負け方ではある、うまいっす、さあちょっと遠かった、遠かったんで台風には入んなかったですが、さあなるほどバックスポットだとあれも光るわけですね、さあここまではまたいい感じですね、ウネ君。さあこれバイパー的にはウネのこの空というか立ち回りの動きが読めてない感じで、ちょっと戸惑ってる感じですね。そうですね。あと一発。あっ、おー、ウネ君頑張った。やる。さあ、いや冷静ないい立ち回りでしたね。ウネらしくないっていうか、いつもなんか前飛んでったりね、前トマトとかで突っ込んでいって死んだりするようなイメージがあるんですけど。一皮向けてますよ。いい動きでしたね。バックトマトの信用。さあ決勝戦ですね、さあ2回転も俺も出てくるんでハゲマイクお願いしますね、いや決勝戦です、さあ2回転友達チーム対長州ゆうべがチーム、ワンピーが長州ゆうべがチーム先出し、長州さんが座りました。さあそれを見て 2P、 さあ友澤さんベガを、今度はベガを出しましたね、さあケンベガ、さあなんかうさんくさい膝蹴りから投げ返してめくりホバーでピヨってしまう、これは見事でしたね、今のは、今の流れ、ホバ投げてこのね背中に着地しての投げが結構返しづらいんですよね、ピヨッ、さあピヨらせ返す、さあ開幕お互いに空へ飛び上がって置き攻めはガードして、さあ画面端の剣、これプレッシャーがありますよ、なかなかオーバーを相打ちで当ててって、竜巻はしっかりと着地投げてダブルに大足、あそこは確かにね投げもあるので大足、見事なダイヤスでした。わ、大将2回転バイソン、あこれはさすがにバイソン有利か、さあ置いてありましたね、中盤オアで全身を止める、さあこの2択の勝利を通して膝蹴り膝蹴り、さあぐちゃって位置が入れ替わったぞ、これガードしてガードして、うわー打ち取っていく、狙いすましたターンパンチ、相打ち OK、 さあ膝蹴り膝蹴り、さあすごい体力が減っているバイソン、オアオア、さあ剣側、うわーアッパーからのゴツゴツ、あれ見えません、ハメです、 ほとんどハメです、さあワンピーも大将ユーベガさんのベガですね、さあ2回転バイソンがかなり体力大幅リード、あーダブルに見てから頭を返していく、さあなんかあっさり食らってしまった、何が起きたレバーですね、しょうがない、
ダブル2から置き詰め思って投げてダブル2でガンガン端へと押し込んでいく投げてさあ2苦しいヘッド、ま、ガードしてうわもうヘッド読んでましたねバックジャンプ中継さすがゆうべが先生ですね、はい、あじゃあ優勝は長州ゆうべがチームでーす、はい、まあ今日はゆうべが先生と組めたんでまあ勝って当然っていうところはありますねくじ運が良かったですねハハ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 さあ今日は金子のブランカ戦を鍛える